こんにちは、デコマサです。今回はベルリンの裕福なユダヤ人家庭に生まれて何不自由なく幸せに暮らしていたバルター・ベンヤミンさんを時代の激流が飲み込んでいくのでした。そんなベンヤミン先生が見つめていた経験の話です。はい、ヴァルター・ベンヤミンさんはドイツ生まれのユダヤ人ですね。文芸批評家、哲学者、思想家、翻訳家、社会批評家などで活躍された方なんですね。第二次世界大戦の時にドイツ軍から逃れてスペインに入国しようとしたんですが、ビザが降りてなくて入国を拒否されるんですよ。そしてモルヒネを大量に服用して自殺したと言われてたんですが、近年他殺説も出てきまして真相は不明なんですね。それでは内容の方に入ります。ベンヤミン先生の著作の中に暴力批判論ってあるんですが、その中でですね、こういう風に言ってるんですよ。経験の相場はすっかり下落してしまったっていうんですね。つまり私たちは本当の意味での経験というものをしていないっていうことに気づいたんでしょうね。それはですね、当時私たちは、これ第一次世界大戦のことなんですけど、戦場から人々が押し黙ったまま帰還してくるのをはっきりと確認できたのではなかったか。伝達可能な経験を豊かにしてではなく、それを一層貧しいものにして彼らは帰ってきたのであった。そのことはですね、よく考えてみれば不思議でも何でもなかったって言うんですよ。まず一つ目の理由がこれです。経験というものがこれほど徹底的にまやかしであると暴かれたことはなかったのだから。すなわち、戦略に関する経験が人知戦によって、経済上の経験がインフレーションによって、身体的な経験が飢えによって、道徳上の経験が権力者たちによってことごとくまやかしであると暴かれたのだからっていうんですね。つまり近代以降の思想や習慣というものがすでにまやかしだったろと、そのまやかしをベースに作られた私たちの経験自体もまやかしであったっていうことに気づいたんですね。次にこういうふうに言います。まだ鉄道馬車で学校に通っていた世代が今放り出されて、雲以外には、そしてその雲と大地の間の全てを破壊する濁流や爆発の力の場のただ中のちっぽけで脆い人間の体以外には何一つとして変貌しないでいたもののない風景の中に立っていたっていうんですね。それでもですね、彼らは真の経験を求めて占星術やヨガの英知、クリスチャンサイエンスや手相術、彩色主義やグノーシス主義、スコラ哲学や高齢術といったものを蘇らせようとするが、ここで起こっているのは真の蘇りではなく、単なる滅鬼現象に過ぎないっていうんですね。それではですね、一体何が問題なんだってことですね。何が問題で私たちは経験ができずにいるんでしょうか。それがこれです。経験と経験の認識なんですね。この二つはもともと別なもんなんだって言うんですよ。それを混同することに問題があるんだって言うんですね。こういうふうに言ってます。経験そのものは経験の認識の中には決して現れてこないって言うんですよ。つまり経験の認識っていうのは、ある経験を私たちが評価したり解釈したり意味付けしたりしてるわけですね。それが経験の認識なんですよね。それは経験ではないって言ってるんですね。このことはベンヤミン先生が提唱したアウラっていう概念につながっていくんですよ。アウラっていうのは特定の時間と場所にある歴史の目撃者として存在するものなんですね。代表的な例を挙げるとすると、中世までの宗教的な遺物や芸術作品とそれらと人々との関係性を見たらわかりやすいと思うんですね。当時の宗教的遺物や芸術作品に対して当時の人は礼拝価値を感じていたっていうんですね。この礼拝価値の特徴は、まず不特定多数に見せる必要がない、極めて個人的なものなんですね。少数の人間のものなんです。当然オリジナルです。希少性が高いわけですよ。その礼拝価値のある芸術作品を経験しようとすると、それは一回性っていうものが出てくるんですね。その時その場所でその人にしか経験できないことなんですよ。しかも2回はないんです。ということでですね、本当の経験というのはその1回限りの経験をそのままありのまま味わうことなんですね。
その経験に自分の観念を加えると経験の認識になってしまうし、経験から掴み損ねるものがあっても本当に経験したことにはならないということなんですね。そうなるとですね、かなり鋭い感受性っていうものが必要なんだと思うんですよね。でもですね、私たちはですね、大脳に頼り切ってますからね、なかなか難しいんだと思うんですよ。そこでベンヤミン先生はこういうふうに言います。山々のアウラを、この木の枝のアウラを呼吸することである。ということで、本日の経験の相場はすっかり下落してしまったバルター・ベンヤミンの経験論の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。